竹から出てきた男の子を育てたら1ヶ月で、あ、違ったわ。竹から出てきた男の子を育てたら1月で、あ、これも違うわ。竹から出てきた男の子を育てたら1月で成人した。これよね。これをやっていくよ。なんかね、このゲーム、この制作者、このゲームの制作者はね、このゲームだけ実況していいっていうことになってるらしいのよね。ちょっと他のゲームをやらせてくださいよ。あ、違う、実況だよ。実況をこのゲームだけしていいよってことらしいんで、これ、ちょっと実況させていただきますわ。やってっか、これ。カトって言った。好きな単語を入力して序章を作ろう。序章？やっていくか。住んでる場所は？ある場所。OK。職業？これだな。肩書き？職場？職場はこれだな。赤子のいる場所？ここだな。赤子の救出方法はこれよね、やっぱね。驚いた時のセリフ？そんなの決まってるじゃん。前代未聞ね。これよ。踊れた後の行動は？やっぱ最近のゲームって放置ゲーが多いやん。それですよ。あ、俺の名前か。これで行かせていただきます。お、赤子の名前を決めよう。竹雄。竹雄はちょっとかわいそうだから。やっぱこれかな？君の名前は武田鉄矢だ。石子。始まった。昔々あるところに、足の裏に、竹取り盗人で生計立ててる。さ、盗人？なんかすごいひょっとこがいた。なんかすごいってなんだ。ある日、ひょっとこがいつものように、鶏小屋？ね、どこからかともな声が聞こえてくれた。ブラジルにしよう、校長の靴下くれ。何言ってんだこいつ、薬やってんのか。言われたようにすると、あら、びっくり。中から赤子が出てきたので、ひょっとこは思わず、前代未聞ね！と叫び、すぐに放置しているとに、最悪じゃねえか、こいつ。そして今に至る。こいつ死刑だな。死刑、死刑。はい。一日目。名前、武田鉄矢、知力。何、知力、種って。なんだ、知力、種って。性格、真面目。徹夜で勉強してるもんな。状態、普通。信頼ゼロ。信頼ゼロ。まあ、始まったばっかだから、ちょっとね、まず記録をしよう。やっぱ記録は大丈夫。うほほ。誰、ちょっと、待って。次の日へ進みます。なんかすることないのこれ。おい。羽生結弦。いや、羽生結弦じゃないよ、俺。トリプルアクセルしないよ、俺は。あ、違う、4回転半です。4回転トループ。なんだそれ、そんなんあるか。ほっぺたプンプンってやるか。え、あ、信頼が下がった。あ、ごめん。そっと触れる。はい。なんか出てる。話しかける。話題の選択。お話しする。名前を呼ぶ。武田鉄矢。はい。そんなこと言わねえだろ。頬ずりをする。ちょっと俺、ひげ生えてっけど、多分痛いと思うよ、多分。なんだこれ、サボテンかみたいな。もしかしたらサボテンより狂気かもしんない。みゅ、みゅ、うん、羽生。違う、羽生ずるじゃないよ。話しかける。あれ、めっちゃ撫で回す。
あーごめんなさいね。優しい眼差しで見ると、そっと触れる、そっと触れる。よし、次行こう、次の日行こう。二日目です。撫でよう。で、そっと触れるよ。そっと触れる。発情。は？うわ、なんか性格変わった。色ぼ、何これ？色ぼけ？は？何してんの？いや、この状態で発情って、やばいだろ。どんな大人になっちゃうの？待て待て待て。あからめるな。やめろ。羽生じゃなくて、はい。真面目になった。軽くなで、こする、こする？ん？なでこするってどういうこと？あ、ごめんごめん。話しかける。話題。自分語りを始める。いや、自分語りあんま良くないと思うけど、まあまあ聞いてくれよ。すやすやすや、寝ちゃった！つまんなすぎて寝たんだな。寝かしつける必要ねえわ、これ。はい。強く撫でる。ゴシゴシゴシと。あとは？あとなんかある？激しくまさぐる？うわぁ、不機嫌になった。ごめんな。ごめんな。うん。めっちゃ撫でます。ああ、ごめんごめん。激しくまさぐる。ああ、ごめんなさい。だ、ちょっと、話しかける。みぎゃー！ああ、ごめんなさいね。不機嫌になった。病？嘘だろ。ちょっと待って。撫でました。ちょっと病気になった。未知の病に侵されてます。ちょっと、やばい。どうしよう。激しくまさぐる。ちょっと、やばい。どうしよう。どうしたらいいですか？殺されるのか、これ。ああ、なんだ。2回もやっちゃった。レベル2ってなんだ。なんか他にないのか。優しい眼差しで見よう。はい、やっぱ、じるじる見るはよくないだろう。うん。じるじる見るやってみる？ああ、ちょっと、見るなよ、みたいな感じになってる。ブワブワブー、ブワブー。はい、次行きますね。はい。高慢？なんだ？高慢って。そっと触れる？いやもう、真面目で発情ってどういうことだ。強く撫でるはちょっとやめとくか。優しい眼差しで見ると。はい、はい。じろじろ見るはやめとこう。軽く撫で、いや、これぐらいにしとくか。記録しとこう。疲れた眼球にサロンパスね。次行こう。うわ、びっくりした。いや、いきなり成長しすぎじゃない？どうした？ちょっと記録しとくか。はい。レベル5って日にち経っただけなんだけど。優しく撫でるか。なあ。お前本当に武田鉄矢か？いきなり成長しすぎてもう俺びっくりしちゃったよ。はい。強く撫でてみる？ああ、ごめんなさいね。話しかけるか。ひょっとか、遊ぼう。何で遊ぶか？そっと触れる。よし。軽く、なでこする。やめとくか。優しい眼差しで見ると。はい。じろじろ見るはちょっと違うだな。ちょっと強く舐めてみる。この状態、この成長過程でちょっといろんな表情を見てみようか。強くなでる。あ、ちょっとやめとくか。軽くなでこする。なんだこれ。おー、困っとるやねえかい。じろじろ見る。おやー、もうなんか、すいませんね、なんか。は？なんか増えてんな。名前呼ぶが。なんじゃ嘘だろ、すでになんか、貫禄ある喋り方。次、話題。本を読み聞かせるが、ふむふむ。もうちょっとリアクション欲しかったんだけど、他になんかある。ああ、2回しか。そうか、2回なのか。待って、次行こう。で、記録しとこうか。
話しかけるか早速。構え？何すんの？はい。いやいや、構えてんだけど。違うの？なんかするわけじゃないの。はい、撫でます。強く撫でる。いや、そっと触れる。はい。話題、自分語り始めるか。ふーん。全然興味ないじゃねえかよ。全然興味ないよ、こいつ、俺のこと。かまってちゃんなんですね。名前呼ぶか。なんちゃ？ちょっと、買い物行くぞ。はい。優しく撫でて。まあ、ここら辺は同じだね。4回ぐらいやったら変わるんだね。80。信頼80になってます。なかなかいいんじゃないか？話聞こう。は？抱っこ？いや、今、君何歳だ？いきなりこんな感じになっちゃってるから、ね、歳がわからんのよ。まあいいけどさ。知力、目？ああ、花が咲いてきてんのかな、今。まあまあまあ。好きなだけ抱っこしてあげますけどね。はい。本を読み聞かせると。こうやって知力を上げていくのよ。よし、次行こう。ちょっと待って。一応、7。次行こう。で、ここは同じだ。なでなでして、そっと触れる。そっとこういうね、ボディタッチではないけどね。どうした？なんか元気ないな。あ、100以上いってるわ。100超えることあんの？ 100。信頼、100超えたらどうなんだ？またかよ。どうしたんだ？最近甘えてばっかだな。本を読み聞かせるか。ふむふむ。知力はいる。状態ずっとこいつ発情してんの。大丈夫かこいつ。なあ、落ち着けよ。はいはい。抱っこでも何でもしてやるよ。たまには自分語りしていいかい？すんごい冷たい目だな。すんごいな。テンションの上がり下がりが、もうまだわかんないわ。はいはいはい。足の裏、はい！うおぉ！リリシくなっちゃったね。なにこれ、知力、つぼみ？つぼみ？次は咲いちゃうのかい、ついに。何年生？中学生ぐらいかい？もうなんか大人になっちまったな。哲也、武田哲也。ええ。その顔やめろ。勘違いされるだろうが。やめろ。あ、眼差しもあった。眼差しもあったわ。やっとけよかった。眼差しやっとけよかった。退屈じゃん。どこかへ連れて行けひょっとこ。お前、偉くなったな。なんか、偉くなったのかい？まあ、いいが、どっか行くか、コンビニ行くか。武田鉄矢について。わしって竹の妖怪なんよ。知っとった？妖怪？妖怪なのか？妖怪のせいにしていいのか？学問について。新しいことを覚えるんは楽しいぞ。声渋くない？なんか。よし。全然男らしくねえな。どうしたんだ？ジロジロ見てみる？ああ、やっぱやりすぎはちょっと良くないらしいわ。は？デート？まあまあまあ、どっかに出かけるってことでしょ？いや、全然いいけどさ、俺について。わしのなんなん？わしのなんなん？親かな？親代わりって感じかな？そうだろ？それ以外ねえぜ。まあ、妖怪とは思わないけどね。妖怪のシェイジー。なんかバグんなかった今、音。曲がバグったな。よし、話しかけるか？またかい。こないだ言っただろう。
ヒーロコインについて。なんでやねん。違う違う違うよ。鈴木さんも言ってるよ、サングラスかけながら。違う、そうじゃないって。声全然違うな。いいぞいいぞ。さあ30いくよ。来るか変化。おい、うわぁ、もう成人したな。花になった。おめでとう。よくここまで育ってくれたよ。うん、すくすくとすくよかにね。はい、優しい眼差し。もう君も立派な大人だよ。やめろやめろ、言うな言うな、そんなのただの抱っこだろうがよ。仕事について。竹取生活はなかなかわしの性に合っとるよ。うん、そっから生まれたんだよ。誰だ足の裏とかふざけた設定にしたの。武田鉄矢。そういやわしは年齢っていくつになるんじゃろうな。俺が聞きたいのよ。いきなりこんなになっちゃってさ、もう成人だから二十歳でいいんじゃない。うん、適当に言ってるわけじゃないからね。強く撫でる。強く撫でるはやめとくか。あからめるな。困るな。なんだその顔。もうそれはもう聞いた昨日。じゃあこれだな。いや、しないしない、しませんよ。はい。わしにはお前しかおらん。いや、ちょっと、違う、外に出てみ。違う世界も見ておいで。な。で、30日経ったら、31日か、次。あれ？ちょっとこのままさ、日にちだけちょっとやってみる？日付だけ。どれぐらいいくか。あれ？普通になってるな。100日まで飛ばしてみようか。皆さん、もうちょっとで武田鉄矢との生活が1000日を迎えそうとしてますね。本当に武田鉄矢、ここまで育ってくれてありがとうな。うおはは、無限だった。なんだ？クリックが止まらないぜ。